はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。10月12日月曜日、今日はですね、GoTo トラベ、トラベルキャンペーンのね、なんかニュースがね今日入ってきてましたけれども、割引停止や、制限相次ぐと。で、楽天、じゃらん、一休、ヤフーの割引条件が一斉に悪くなったというわけで、ちょっとね、今日ざわついておりましたので、ちょっとこれについて、ちょっとね取り上げて話していきたいと思います。今までのね、トラベルキャンペーンは国内旅行の、35% オフプラス、地域共通クーポン券が 15% つきますよっていうねキャンペーンで、まあ、宿泊は1人、2万円上限で、日帰りが、1人1万円が上限という、割引のねキャンペーンとなっておりましたと。で、これがですね、じゃらん一休ヤフーは10月のね10日以降1人、3500円に制限になると。今まで、1万4000円上限でね割引があったのが、1人3500円上限に制限されるということで、めちゃめちゃ割引率がね悪くなったりとか、あと楽天とかやったら会員1会員何度でも予約が取れてたのが、1会員1回1部屋までとかね、回数制限とかも、出てるみたいなので、なんでこんなことになったのかなと、GoTo ね事務局からの給付金のね上限に迫ったのかとかねいう、噂とか今もね流れておりますけれども、予算はねめちゃめちゃまだ潤沢にあったはずなのにね、なんでこんなことが起きてるのかなっていうのはね、まあよくわかんないんですけれども、まあこういうニュースがね出たせいで、先週までかな、は予約がねバーッと来てたのが急にパッタリと、予約がね、来なくなりましたみたいなねニュースが流れておりましたけれども、さらにね、GoTo イートね、うちの店もねトリマンも、ちょっと参加しようかなと思ってた、思っててちょっと手続きをねしてたんですけれども、ね県がね、偽札ならぬね偽造汚職事件みたいなのが出回ってるとか、まあその印刷の、仕方が、悪かったり、なんか濃かったり薄かったりっていうので、これはね偽造じゃないのかっていう、疑惑で、うちでは使えませんとかいうね、パターンとかが出てきたりしてるわけみたいなので、なんか使いにくくなってきたなというね、ポイントの方はねもう鼻からやる気がなかったんですけど、県の方はね、やろうかなと思ってたんですけども、なんかね大手でも、大手の、まあ、例えばチェーン店とかの、まあ、コンビニのね、各店ここは使えるけどここは使えないよみたいなね、まあ、各オーナーさんの判断によってされてるのかわかんないですけれどもね、もう花からそういう偽造疑惑が出ちゃったので、もう、うちでは使えませんっていうねお店も出てきてるみたいなので、なんか味噌がついちゃったなっていう感じですよね、やめようかなとまだねやってないので出してないので、実際どの程度かなっていう感じですよね。まあ先週の土曜日はちょっとなんかこの影響あったんかなと思ってね、ちょっと観光客の流れが先々週よりちょっと流れが悪かったような気がしたんで、こういうのの影響があったのかなとね改めてこういうニュースが出てきて思ってみたりしますけれども、まあ、東京がね、この GoTo トラベルキャンペーンね解禁になりましてわっていうので、まあ、そういう煽りがあって一気に予算が消化したみたいなね話もありますけれども、
そんな少々なくなるような予算でもないだろうというぐらいのね、予算が組んでたんで、組まれてたので、うん、っていう感じですけれどもね、もうこんなんやったらもう最初に、まだね、コロナが感染リスクがありそうな時期にね、もうバンバン特攻で泊まりまくってね、旅行しまくってた人が得したかなっていう感じですよね。っていう感じです。まあちょっとね、今週まあいろいろ観光客のね、皆さんとか、まあ、地元のお客様とかね、まあホテル関係の方がね、ご来店くださった時なんかにね、ちょっと聞き取り調査をね、生の声を聞いてね、ちょっと情報収集していきたいかなと思っております。どうなんかな、もうゴートゥイートの方もね、もう高級なお店ね、高級料理店みたいなところは、かなりね、賑わってるみたいですけれども、あんまりそのね、料金体系が、まあ、低料金というかね、そういうところはあんまり関係ないのかなとね、思ってみたりしてきておりますという感じでね。なんかね、ちょっと、GoTo トラベルキャンペーンちょっとグイッと来ててね、地方のね、観光地がにぎわってきてた矢先にね、ちょっとなんか水を差された感じで、まあ、今週末ね、ちょっと流れ、全国のね、観光地の流れちょっと注目してみたいと思っておる次第でございます。なんかね、 GoTo イートどうしましょうっていう感じですけれどもね、まあ一応ちょっとね、県の方は使えるようにしていきたいなと思ってるんですけれども、これもね、認可が下りるまでに時間かかるので、うちが使えるようになりましたっていう時になんかもう今の流れで言ったら下火になってそうな気がせんでもないので、微妙だなという感じでございました。はい、まあこんな感じでね、まあ割引率がね悪くなっちゃうとね、 35% オフだからね言ってたのに、でね、高ければ高いところの方がねいいやろうということでね、高い普段では泊まることができないホテルとかね、そういう観光地にね、皆さん旅行に行かれてたわけですけれどもね、1万4000円上限が3500円になっちゃったらね、行こうかっていう気にあんまなんないですよね。安いから行こうかっていうなってたんでしょうからね。各位私もね、まだ1回も使ってないですけれども、やばいなと、ちょっとグランドホテル様のね、前から何度も言っておりますけれども、下関グランドホテル様のね、天皇陛下御用達のねロイヤルスイートに、泊まるのがね、今年の目標だったんですけれども、定価で22万するのが、ただいま50周年記念キャンペーンかなんかで5万になってたのが、GoTo 使ったら3万ちょっとで行けますよっていうね、すごく、お得なね、今キャンペーン中なのでね、泊まりたいと思ってたんですけれども、早くしないとやばそうなのでね、ちょっとお問い合わせの方をしてね、さっさと泊まってこないと話のネタというか、今年の目標はね、一気に、通常価格になってしまってもね困るので、ちょっとねお問い合わせしてみたいと思います。はい、でね、今日は休み明け、昨日ねワンオクロックのねオンラインライブね、めちゃめちゃ良かったんですけれども、昨日ね上げた動画がね、まさかのねバズってまして、さっき確認したら、今、2時過ぎ、確認しましたらね1200回数超えてましたね。びっくりしましたね。普段最近こうダダ落ちでから、20前後ぐらいやったんですけどね、20から、60ぐらいのね間ぐらいやったんですけど、びっくりしました。今日1日だけで1200、ね、家帰るまでに1300ぐらいになってそうですな勢いでしたからね、何が引っかかったのかなと思いながらですね、びっくりしておりますという感じでございます。で今日ね、
月曜日ですけれどもね、暇でしたね。めちゃめちゃ暇でしたね。でも最後に、トヨタのね85期の、大先輩がね、野球関係のね皆さんとご来店くださいまして、3名様にご来店くださいまして、もう最後の最後でね、がっつり、やってくださいましてね、ちょっと戻しまして、先週のね土曜日の時点ではね、前年アップよっしゃーってね言ってましたけれども、休み明けにね一気にガーンと落ちてね、大赤字コースっていう感じだったんですけれども、ちょっとね持ち直しまして、なんとかね最悪の、まあ負けは負けですけどね、もう絶望的な負けまでにいかずに、ちょい悲しい負けぐらいまでの、戻しまで、行けましたのでね、先輩ありがとうございましたという感じでしたね。もう暇やったんでね、もう10時で閉めようかなとかね思ってた矢先だったんでね、うわラッキーという感じでしたね。というわけでね、なかなかね前年アップをこのラインをぐっとね、突き抜ける感じにはならないなという感じで参っちゃいましたね。まあ今週もねちょっとまた、暇な流れかなと、ちょっと悪いニュースがねこうやって GoTo の流れとか EAT とかね出てまいりましたし、ANA アナさんねボーナスカットの、給料削減、あと内定ね、取り消しなんていうねニュースもバンバン入ってまいりますからね。ボーナスカットはね本当大手でもボーナスカットですしね、もう地方の中小零細なんかまあないですよね。で公務員さんまでねカットみたいな話まで出てますからね、お金使える人がいなくなるやねえかとね本当に、プンプンですね本当に。末端のね居酒屋店主としてはもうプンプンですむしろね、上げてくれよとね皆さんね、まあ、民間はしょうがないかもしれないですけれどもね、公を削る意味が分かんないですね本当に。むしろ上げろよとね、民間下がってんだから公上げて帳尻合わせろよとね言いたいところでございますと、はい、もう怒っております。はい、だからねちょっと明るい話題がね出てきたらいいんですけれどもね、なんでしょうね、まあ昨日の動画がバズったぐらいですかね。で1200-1300 ぐらいのね回数、視聴回数いってたんですけれども、チャンネル登録数がね一瞬、1個上がって83になって、おお83になったと思ってたら、ちょっともう一回見直したらね消えてましたんで、ね、誤操作でピッて押したのをね取り消した人がいたんでしょうねという感じでございました。ね、再生回数はね伸びても、チャンネル登録はね伸びなかったというオチでございました。まあね、そういうまぐれあたりのねはあんま期待してないんでね、まあ、地元のお客様中心にもともとうちにね、来たことがあるねお客様、まあ、常連さんじゃなくてもいいね一回来たことがあるお客様とかね、まあ常連さん常連のお客様とかね、まあそういう方がね、まあ、たまたま、トイレに貼ってるね、張り紙見て、あ YouTube やってるんですねみたいな、じゃあ登録しますねみたいな、まあ自然の流れで増えていくのが一番、効果があるかなと思いながらですね、まあ、なんかちょっとしたなんか、寄せてパッと上げてね、また、結局押したけど見てないとかでもねあんまり意味がないっちゃ意味がないんでね、人数は再生回数はね少なくても、視聴維持率がね高い最近高いので、まあ大体皆さん見てくれて、まあ、ね見てくれてるのかなっていう感じで、まあ視聴維持率がね高いからまあいいかっていう感じに思ってた矢先に、視聴回数がねバズりましたのでびっくりしておる次第でございますね。ワンオクロック特需にね乗っかったというか別にそこまで意識してなかったんですけどね、なんかバズった感じでございました。ね明日の朝起きたらどれぐらい伸びてるんでしょうかという感じでございますね。はい、というわけでね、昨日の時点ではまだアーカイブがね見れてなかったんで、
ワンオクロックの、ね、オンラインライブ、昨日ね、6時から開演で2時間やっておりましたけれども、途中ねうちの家の自宅の、ね、ネット回線、まあ、環境がちょっと悪かったんでしょうね。2回ぐらい、ね、固まりまして、まあ、途中ね、1回ログアウトしてからもう1回、ね、ログインし直したりしてたので、ちょいちょい、ね、抜けてたんで、今日のね、今日の、10月12日のね、お昼の正午からねアーカイブが見れるようになってたらしいので、まあ今から帰ってねちょっと、見直してみたいなと、ね、昨日の感動をもう一度という感じで、まあしかもね、15日の昼かな、ちゃんと見てないですけど、最初13日って書いてたんですけど、15日に延長しまして、アーカイブね見れる期間が延長されたみたいで、15日の正午ぐらいまでになってたと思いますので、なんかねここ毎日、あと何日だ ?10、12、13、14、15、あと4日、3日か、うん、3日見れるぞという感じなんでね、余韻にね浸る日々が続きそうですというわけです。はいね、GoTo キャンペーンね、でまた今度はなんか GoTo 商店街とかもねあるらしいのでね、商店街ってなんやねんというね思いながらも、もうなんかねクーポン系はねもう やめてほしいんですよね。ポイントとかクーポン系はねややこしいんでね、やめてほしいんですよね。もうシンプルに減税でええやん、減税かもうね、現金給付10万でええやんって思うんですけどね、ごちゃ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 やっとってね、もう一番いいのはね減税が一番いいね、いいやんと簡単でと思うんですけれどもね、なんかポイントとかクーポンとかみんな好きやなと思いますけれどもね、めんどくさいんだよねというのがね現場からの声でございます。はいね、現金商売がしたいのにね、クーポンやらポイントやらめんどくさいのよね。はい、というわけでね、もうそうじゃなくてもね、コロナでこう売り上げがね落ちてて現金がこう回らないとね、お金がキャッシュが回らないとね、キャッシュがショートしたら終わりですからね、帳簿上はあっててもね、あの実際のマネーがね回らなくなったらそれで、配当さんっていう感じなんで、ね、クーポンとかでも1回だけそのこのクーポンがあってちぎった券をまたなんかこのなんか封筒入れて送り返してとかね、タイムラグがあるから、入金までにタイムラグがあるから、クーポンのお客様がね多ければ多いほどそのタイムラグがあるから、実際のねその現金回した、回さなくちゃいけないこの小さいところっていうのはね、なんだかんだでやっぱ大変になるんじゃないかなと思ってですね、なんかねその金イコールね血液ですからね、血液が回らなくなったらね人間死んじゃいますけれどもね、まあ、商売っていうのもねやっぱり金がこうぐる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 回っていかないと、金が止まっちゃったらねもうそれで終了ですからね、資金ショート、マネーショートしてしまいますからね。なのにこの、あの金の流れがこう止まるようなね、この仕組みっていうのはねいまいち気に食わないというか現場的にはっていう感じですよね。すぐこうね金を回せるような形が一番ベストだと思うので、やっぱ減税かね、支給、現金支給が一番いいなと、個人的には思っとる次第でございます。はい、はい、というわけでね、また明日以降もね予約入ってませんから、ご予約の方をね、よろしくお願いいたします。0832321619までよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もね今日一瞬83になったんですけどね、すぐキャンセル入りましたので、82のままとね、ちょっとね上ひげつけてパッと下がったという感じでございますのでね、嫌なチャートになってまいりましたという感じでございます。はい、というわけで、まだねチャンネル登録されてない方もたくさんいらっしゃると思いますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。以上です。